マガツノートシーズン1ラジオドラマ第4話カゴの中の独眼竜前編。武将、それは都市街の荒野に生きる反乱者たちの英雄。執行官政宗はカテドラルへと侵入してきた秀吉、官兵衛、清正の3人の武将と交戦を開始する。その開口が自身の過酷な運命の始まりだとも知らず。有害人類は現在執行官と交戦しつつ仮想街工場方面へと移動中。警官隊は速やかに避難誘導を完了させよ。なんだ今の爆発は。すごい煙が上がって、あの辺りって確か繁華街じゃん。3番街で暴動事件が発生しています。危険ですので市民の皆様は速やかに避難してください。暴動だって。また有害人類どもか。ほんとクズどもは死ねばいいのに一人残らず。はぁ、あとは6番街の方ですね。政宗様の方は大丈夫でしょうか。あっ、私だ。少々まずいことになった。今朝の通信障害の影響で確認が遅れたが、今暴れている3名は外の人間で間違いない。あ、まさか武将が。もし連中がノイズを発生させれば区画単位で汚染が発生する。何より監視対象に悪影響を及ぼす恐れもある。今すぐ現場から奴を引き離せ。了解。こっちに来た。いいねいいね、楽しませてくれんじゃねえか。ところでお前、その右目はどうしたんだ。なあ、家族は恋人とかいるか。だんまりか、つまんねえな。もっと上げていこうぜ。なんだ、さっきからふざけているのか。もっと人生を楽しめよって話。命のやりとりだって今この一瞬しかできねえんだぞ。それにせっかく執行官を仕留めるんだ、そいつがどんな奴か知ってた方が後々武勇伝を語るときに受けがいいだろ。なあ、おら！お前どんな女が好みなんだ。答えろ！何なんだこいつは。どうした執行官殿、逃げてちゃ俺らを捕まえられねえぞ。くそ、立ち筋はデタラメなくせに強い。我流な上に実戦事故みなもんでね。そっちの件は随分お行儀がいいこと。おかげでやりやすいぜ。おら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 。兄貴すげえ楽しそうだな。相手は執行官、打ち取れば名前に箔がつくからな。それに単純に強敵が現れて嬉しいんだろう。あれだけボスの剣を受け止められる男は久しぶりだからな。ところでもうブチギレ期間は終わったんだな。勘弁、口調が戻ってる。何のことでしょう。よし、なんとか中央街からは引き離せたか。しかし計画通り中央街から俺たち族を引き離せたか。
執行官殿、よかったじゃねえの。んじゃ、そろそろここらで首くれよ。こいつ、見た目ほどバカではない。それにデバイス持ちの俺と互角と、一体どういう。まさかこの男のレベルは。エグジスティングバリューレベルマイナス8、有害人類です。マイナス8。正宗様、小十郎です。ご無事でしたか。お気をつけください。今あなたが相対しているものはただの有害人類ではありません。武将です。武将、こいつらが。あの、はい、カテドラルの外に住む特殊な有害人類。かつてアークに反旗を翻した者たちで、 D デバイスを使用せずとも危険な能力を使います。ビビってんのか。残念ながら正宗様、あなたにはまだ二の重い相手です。専門の執行官が休校中ですので、あなたは退避を。そうか。小十郎、ダメだ。まだ周囲に市民がいる。ここで危険な有害人類を野放しにはできない。ダメです、正宗様。誰と喋ってたんだ。お別れは終わったかよ。待ってるなんて紳士だろ俺は。何より、この男が俺を逃がすはずがない。お、構えるか。感心感心、そう来なきゃな。今お前が逃げようとしてたら、この区画の連中残らず首を飛ばすとこだったぜ。あっきめ、全力で行くぞ。聞いたか清おかんべ、あっきだってよ。いよいよ俺も親方様と肩を。せやっ、あっ、くそ。いや、じゃねえか。ここまでだ。もうすぐこちらの造園も来る。化け物め。ああ、さすがに死んだふりは通じねえか。ああ、やべえやべえ。さすが執行官殿。まがいもんとはいえ、角持ちはやっぱ違うな。仕留めきれなかったか。おお、兄貴。楽しむのはいいが、あんま遊んでたらガチで殺されるぞ。今のちょいやばかったろ。分かってるってギヨ。そうだな、ようやく体も温まってきやがったし、ここは一つ本家本元の角を見せてやるとするか。なんだ、気配が変わって。もっともガキにはちっと刺激が強いかもしれねえけどな。なんだこれは。相対しているだけでこのおかんは。見ろ、俺を見ろ、この俺の輝きを。太陽にだって負けやしねえ。やつの頭に、なんだあれは。角が生えて。聞けよ俺の音を。見ろ、見やがれこの俺を。なんだこのノイズは。あの角は D デバイスのように投影されたものではない。本当に頭から生えて。おかしいぞ。鼓膜が破れんばかりに振動し、痛みに満たされているというのに。なんだこの気持ちは。高揚感は。
てんじゃねえか。お前ひょっとして。キャー、死ねえ。何？逃げ遅れのパンピーどもか。乗ってるね。行け行け、執行官殿やっちまえよ。やめろ、気をすんだ。どこ見てんだよ、執行官。おお、聞いてるね、兄貴の玉ゆら。外の連中と違って耐性がないんだろう。異性も何もかも消し込んでいるな、あれは。なんだこれは。懲りねえな、執行官。俺から目そらすな。眩しいか、俺の意向は。オラ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 。てよ。どうよ、刺激的だったろ。お疲れじゃ。まだだ、まだ。警備ロボットどもだ。おいおい、なんて数だよ。兄貴、逃げ遅れた市民ごと囲まれちまったぜ。これは…そうか、あれが始まるのか。あれ？よかった。警備ロボットだ。これで大丈夫。助けられたか、警備隊。敵は。索敵完了、狙撃モードに移行。やめて、この人に当たってるわ。おい、撃つな。どうして俺たちを。どうなってる、何してんだこいつら。おい、やめろ、市民を巻き込んでいる。やめないか。拒否、権限がありません。は？もう一度言う、直ちに射撃を停止しろ。命令権限がありません。そんなバカなことがあるか。俺は監査局の執行官、正宗だ。射撃をやめろ、今すぐにだ。助けて、お願い。やめろ。